はい、大阪市生野区病院の前にいます。今ありましたよね、ちょうどですね、レッカー車が到着しまして、事故から3時間ほどが経過したんですけれども、やっとレッカー車が来まして、今から車を引き上げようというところだと見られます。先ほどまでずっと警察が車を調べていました。車の前方部分、あるいは横、そして後ろを大破しています。相当なスピードでこの場所に突っ込んでいったということがわかります。これ今からお伝えしますけれども、手前の植木が倒れています。この大きな国道を逆走する形であの場所に突っ込んでいったとみられています。午後2時50分ごろ、病院の職員から病院に車が突っ込んで挟まれている人がいると通報がありました。消防によりますと、巻き込まれた歩行者とみられる70代の女性2人の死亡が確認されたということです。警察によりますと、死因は脳挫傷だということです。警察は運転していた71歳の無職呉昌樹容疑者を過失運転致死で現行犯逮捕しました。呉容疑者は一人で運転していて事故を起こして人を跳ねたことに間違いないと容疑を認めているということです。事故の目撃者の話も入ってきています。キャードーンっていう感じ、もう同時ぐらいですかね。車突っ込んでて、後ろのタイヤがずっとアクセルギューンギューンとこう何回かアクセル踏んで、植え込みから脱出しようとしてるのが、おじいさんだけ一人出てきたのが見えたんです。車のドアから降りたところでずっともうボーッと立ってるって感じで、マスクしているし、表情とかはちょっと遠いから見えないんですけど。また事故当時の状況も分かってきました。これはですね、先ほど関西テレビが入手した付近の防犯カメラの映像です。通報の4分ほど前です。事故現場から南におよそ170メートルほどの場所を捉えています。事故を起こした車とみられる白いセダン、車線をまたいで数十メートル走っている様子が分かります。そしてその直後です。事故現場の車線を挟んで向かい側に設置された防犯カメラなんですが、車がかなりのスピードで歩道に乗り上げていく様子が映っています。この先で車は女性2人をはね停車したとみられます。また事故の影響でガス管が破裂しましたけれども、すぐに停止して周辺への影響はないということです。警察は事故の詳しい原因を調べています。はい、坂本キャスターがお伝えしました。防犯カメラの映像が、5時台からの更新情報として入ってきましたけれども、今ご覧いただいた通り、事故現場はこちらということになります。で、手前の交差点以降、まさにこの赤くなっているところ、逆走しまして最終的に歩道に乗り上げているんですけれども、歩道に乗り上げる様子はこちらの防犯カメラに映っていました。で、かなり手前、交差点で対向車線に進入していますが、かなりその手前の時点で、ここの防犯カメラに映っていたさっきご覧いただいた映像ですけれども、もうすでに車線をまたいで、車線を隔てる線の上を走っている、しかも、見たところウインカーもついていない、長時間にわたって線の真上を走っているということで、通常の車線変更ではないような様子がこの時点ですでに確認をされるということです。